特定条件下での遺伝子発現値を反映した DNA マイクロアレイデータでの使用例ヒートマップは二次元データの個々の値を色や濃淡として表現した可視化グラフの一種である。隣にフラクタル図や樹形図をつけ変数によるヒエラルキー値を表現するため同様に色分けることがある。ヒートマップ自体は少なくとも19世紀から使われているがヒートマップという用語は 1991年にデザイナーのコーマック機人によって金融市場情報を二次元的に表示したものを商標として登録、作り出した時の用語である。行方不明となったマレーシア航空370便の位置を航空機の飛行経路の可能性をベーズ推定で解析した結果、カラーの推進分布図の上に表示したヒートマップ。様々な種類が存在する。 多くの異なる配色活用例が存在し、各々の図解の際に知覚的な長短がある。虹は、モノクロと比べ複数の色調を利用でき、任意に階層を増加しても画像内の分類を色覚可能であることから頻繁に使用されているが、以下の理由から科学界において、非推奨とされることが多い。類似のものとして、階級区分図があり、階級区分図は、 地図上にその境界内で色をつけて、量を表現したものであり、ヒートマップは地図に限定されない。R 言語や Python などに描画を簡単にするパッケージやモジュールが存在する。ありがとうございます。